今日はですね、ビジネスモデルについて話していきたいと思います。やっぱりね、ビジネスにおいて一番影響を与えるのって、例えばセールス営業テクニックだったりとか、例えばコピーライティングテクニックだったりとか、マーケティングだったりするとか考えがちなんですけど、やっぱりね、ビジネスに一番影響を与えるのっていうのはね、全体の構成というかね、ビジネス全体を通してどういった作り方をしていくかっていうことが一番重要になってくるわけですね。で、そのためにね、まず分かっておかないといけないことがですね、4つのターゲットステージ、お客さんの4つのステージ、売っていくビジネスを発展させていく、ゼロから起業させていくときに、まずやらないといけない、ステージ4段階あります。そのまず第1段階がですね、教育のいらないお客さんに売るっていう段階です。よくね、最近いろんなね、マーケティングとかコピーライティングの教材を読んでる人っていうのは、なぜか例えば小冊子を送りますとかで、小冊子を送ってくれたらこうメルマガで教育して売りますとか、そういうことをやりがちなんですけれども、どうですかね、お金に変わるの遅くないですか？というより、変わる可能性というよりは変わらない可能性が高いわけじゃないですか、そういうやり方をしておくってね。そうするとね、おそらくですけど、起業したばっかりの人とか、事業がね、立て直そうとしてあるときってね、新しいプロジェクトとかのときってね、絶対先にね、資金が尽きるはずなんですよ。ね、これが実はダイレクトレスポンスを学んでも成果が出せないっていう理由の一つです。教育の、お金の資金力がないときに、教育の必要なお客さんを売るとね、お金を得る前にね、先に終わってしまいます、おそらく大体の場合ね。なので、そこが最もリスクなわけです。だからまずは教育のいらないお客さんに売らないといけない。じゃあ、教育のいらないお客さんってどういうお客さんかっていう話をしていくと、比較検討しているお客さんなんですね、教育のいらないお客さんっていうのは。なので、そもそもその商品あるのは分かってると。で、その商品というか、その自分の悩みを解決するためには、その商品を買えばいいということは分かってるわけですね。分かってるけれども、じゃあどこで買おうかと思ってるっていうことです。やっぱりお客さん失敗したくないわけですね。お金を損もしたくないし、時間も無駄にしたくないわけです。失敗したくないわけですね。ということは、どこがいいのか今考え中なんですね。もう買うことは決まってるわけです。でも教育のいるお客さんってね、そもそも商品あることも知らないですし、解決できることも知らないし、別に買う気もないじゃないですか。これがダメな理由なんですね。なんで、ここのお客さんはもう十分に教育されててね、買おうと、けどやっぱり失敗はしたくないから、お金も時間も無駄にしたくないから、どこで買いましょうってなってる状態、で来るわけです。やっぱりどうですかね、そういう人に売ったら早いですよね。結局は、じゃあその人たちに何をすればいいかっていうと、まず自分たちから買うってもう大丈夫って安心してもらったらいいですし、他で買うよりも自分たちで買った方がいいっていうことが分かったらですね、もう買うわけですよね。なので、そういったお客さんにまず売っていかないといけないです。ビジネスでね、ダイレクトレスポンスとかコピーとか学んで、マーケティング学んで成果が出せない一番の理由がここなんですね。マーケティングとコピー学ぶとね、逆にね、教育の必要なお客さんに売りたくなるというかね、それが方法だと思いがちなんですね。でも実際はそうじゃなくて、例えばじゃあ小冊子、無料の小冊子をプレゼントしてはダメなのか、そういうわけじゃないですね。無料の小冊子をプレゼントして教育する必要がない人ももちろん来るわけですよね。検討段階中がいても欲しいわけですね。だから大事なことは、無料の小冊子を何のために売るかなんですね。売るっていうか、無料でも売らないと売れないですから、無料の小冊子を何のために売るかっていうと、もう検討中のお客さんを見つけるために売るんだったらいいんですよ。けれども、そもそも検討もしてないようなお客さんに売るために無料の小冊子送ってしまうと、結構しんどい勝負が始まってしまいます。では、じゃあどういう無料小冊子がいいかっていうと、そもそも、失敗しない7つの基準とかね、結局選ぶ段階に知りたいことを小冊子にすればいいんですよ。そうすると近いですよね。選ぶ段階、今買おうと思ってるのを失敗しない、例えば家とかだったらいいですけど、家選びで後悔しない、一生に1回しかない買い物だから、家選びで後悔しないためのチェックポイントとかね、そういう小冊子やったらまず間違いなく、もう買う気になってますよね。でもね、小冊子がいつか家を買いたい方へ、10年後に家を買うための、貯蓄方法とかね、この小冊子売ったらね、多分10年後に増えますよね、家。そんなんやってる場合じゃないじゃないですか。なので大事なことは、小冊子とかをやるにしても、無料の何かオファーを出すにしても、すぐに買いたくなる。結局どういうことかっていうと、比較検討の手助けをしてあげる資料を送るんで、無料の資料を送るんであれば、それは教育のいらないお客さんに売るための一つの、見込み客獲得手段ですよね。とにかく大事なことは、比較検討しているお客さんがじゃあどこにおるのか、そして比較検討しているお客さんは何を知りたいのかですよね。そして何を知ることができたら変わってくれるのかっていうことをまずやらないといけないわけです。一番おすすめな手段は、競合と自分とこう比較検討をこっちで終わらせてあげるってことですね。もう正直ベストです。お客さんって不思議なもんで、比較してくれる、自分で考えたくないです、あんまりね。なのでプロの立場の人が競合と比較検討してくれるっていうようなものがあったらですね、なぜか信じるっていう。でこの時にポイントは、競合を否定してはダメです。大事なことは、競合はあんまりあなたの条件に向いてませんと。こういうのが良かったら競合さんの方がいいですよ。例えば高い家買いたかったら私よりはそっちの方がいいです。でも安く値段を、抑えて家買いたかったら私の方がいいですよと。結局選択肢を与えて、どっち、あなた向きなのはこっちですよっていうようなことをしていくっていうことが重要になります。で次に、どうすればいいかということなんですけれども、次は、リピートしてもらうっていうことの順番になります。教育のいらないお客様に売った後ですね、何か継続的に取引を続けてくれるようなものを用意するわけですね。ここでですね、例えば家売ってたら継続取引はもう1回売ったきりだよとかっていう人すごく多いんですけれども、やっぱり継続的に取引するべきなんですね。やっぱりすごい1回商品買ってくれた人ってね、やっぱりすごくいいお客さんなので、できる限りリピートしてもらって、ここはリピートっていうのは実は有料でも無料でも構いません。とにかく次回お客さんに販売するためにね、何らかの関係性を頻繁に取っていく必要があるんですね。なので僕は例えば水道屋さんですね、水道設備屋さんとかだったら、1回売ってしまったらもう売れないよとかって言うんですけど、そんなことなくてね、お風呂場を工事したらトイレ工事することができますし、台所工事することができますし、水回りの修理行くことは何でもできます。例えば別に自分のところで売らなくても他の商品売ることもできます。じゃあそのためにどうしたらいいかって言ったら、水道っていうのはやっぱりね、水漏れとか、定期検診してあげるんですね、あえて。定期検診、月に1回必ず会うんです。月に1回必ず定期検診しに行ってたらね、実は何でもたまられるんですね。これ実は私のクライアントの方がすごく面白い事例があって、行ってみたら水漏れ、みんなね、水回りの商品って我慢しながら使ってるんですよね。どういうことかっていうと、水ピチョピチョ漏れてても別にあんまり問題ないじゃないですか。水道代が跳ね上がるわけでもないし、けど頼んだら何千円かかかりそうなんですね。っていうか何万円かかかりそうなんです、素人は。でもプロから見たら、いやこんなん交換だけやから3000円でできるよとか、そんな話なんですね。例えばホームセンター行ってどっかの部品取ってきてやったらすぐできるよとかっていうレベルなんですけど、やっぱ知らないから分かんないんですね。なのでそこは実は定期検診を入れることによって他の商品売れるんですよね、実はちょっと不具合があったりしたら。なので大事なことは、リピートしてもらうために重要なことは、お客さんと会う、お客さんと関わっていれば何か今後の取引につながるんですね。なのでここで大事なのは、ここでね、利益を上げてくださいっていうわけじゃないです。商品を売って売りなさいっていうわけじゃないです。ここの段階ではリピートっていうのは、お客さんと関係性を作るために何か口実を作ってお客さんと会うっていうようなことを、配置するっていうようなものをぜひ入れてください。なのでここでは私は非常に割安というかね、お得な価格帯の商品で継続商品を用意します。例えば美容室で今企画しているのだったらですね、例えばトリートメントっていうものですね、定価が3000円ぐらいでやってるトリートメントがあったとしたらですね、トリートメントは大体毎月1回やるのがですね、すごくベストと言えるものなんですけども、例えば、2000円ですね。例えば2000円で設定しておいて、トリートメント受け放題っていう設定を用意する。これ別に価格は適当に言ってます。でも2000円っていう価格で設定して、毎月トリートメント受け放題ってやったら、やっぱり最低限毎月お客さんに会えるんですね。でもね、やっぱりトリートメントだけできたらね、やっぱせっかくやからもう髪もちょっと気になるし切ろうかな。けどやっぱり会う機会がなかったら、3ヶ月、4ヶ月、今来店周期4ヶ月とか言われてますから、伸びてしまうわけですね。結局ね、会ってしまったら、継続的に会ってたら、何かやっぱりちょっと気になったらね、頼むんですね。だからやっぱり昔商売にはね、御用聞きっていうのがあって、何か御用ないですかって聞く人いたんですよね。最近なんか便利になってしまってそういうことしないですけど、やっぱりしてましたよね、昔ね。例えば富士薬品っていうね、置き薬の方をやっぱり使ってて、置いといてもう御用聞きに回ったりとか、ヤクルトレディとかもそうですよね。ヤクルトいつも別に来なければ買わないですよ。けど来るから買うじゃないですか。ただそう大事なことは継続的にお客さんに会うっていうことですね。これはやっぱりね、オフラインのビジネスというか店舗ビジネスだったりとか、本当に人と人で商売するビジネスには絶対取り入れれますから、大事なことは、有料無料に関わらずですね、継続して会う口実。もちろん売ってる商品によってね、費用対効果を考えてください。どんな商品でも会うべきですよとか言いません。でもそれは単価が安くても、例えばそこに、例えばヤクルトレディっていうのは1人にいちいち会うわけにいけないですけど、オフィスに行ったらたくさんの人がおるからできるわけですね。そういった上でビジネスの設計をするのはもちろん重要なんですけども、大事なことはとにかく会うってことです。なんで、実はリピート商品は何のためにあるかっていうとね、お客様と関係性を作るために売るっていうふうにね、ダンケネで言ってるんですね。お客様と関係性を築くためにリピート商品を売る。でよくある間違いが、ここでビジネスは利益を上げないといけないよみたいなことを言うんですね。初回取引は赤字とかでもいいんですけど、ここで利益を上げなさいって言うんですけど、ここでは利益上げるよりも、むしろお客さんとお付き合いを継続的にできる仕組みをここに配置した方がビジネスとしては圧倒的に安定します。まずはこのステージは、2番目のステージっていうのはとにかく継続的にお客さんと関わる。どんな商品売ってても必ず関わる方法はあるので、だから別にここ有料にしようと思ったら関わる方法減ってくるかもしれないですけど、御用聞きっていう考え方にしてしまえばルート営業というかね、別に相手に負担もないですから、簡単にリピート継続的に会うことが可能になってきます。次の3つ目、になるんですけれども、3つ目はですね、教育して売るっていうことですね。なんでこう来るかっていうとですね、実は教育のようなお客さんだけでやっていくとですね、やっぱり市場に対してお客さんがいなくなるっていうことも当然あります。やっぱりどうしてもいなくなることもありえますよね、必ずね。なのでやっぱり必ずこのフェーズが終わったら教育して売るっていうところに行かないといけないんですけれども、実はなぜこのタイミングでじゃあこういう教育して売るっていうのが出てくる。一つは市場がなくなるっていうことはあります。でもね、一番なんでそういうことを言っていくかっていうと、もうこれすでにですね、実績とかこれ大前提はちゃんとお客さんにとって価値のある商品を売ってるっていうのが前提です。価値のない商品売ってたら何してもただの詐欺なんでね。なのでちゃんと価値のある商品売ってたら、実績とか証拠とかですね、お客様の声っていうのが必ずいただけるんですよね。いただけますよね、絶対ね。そうなるとみんな教育して売るって聞いたら、やっぱりね、情報なんかコンテンツ情報を作ってお客さんを買う気にさせないといけないとか、そんなこと思うんですけど、はっきり言って商品買う時の一番の要素は結局実績だったり証拠だったりお客様の声です。全くもってそういったこういう、ね、コンテンツで、ね、情報でお客さんが買うと、セールスレターとかコピーでお客さんが商品買うと思ったら大間違いです。てか買いますよ、買ってくれますけれども、そんなことするぐらいやったらお客さんの声見せた方が早いんですね。これ実際僕の、サイトとか来てくれて商品買ってくれた人に全員必ずヒアリングするようにしてるんですけど、何が決め手になりましたかって聞いたら、いやなんかいろんな実績とかお客さんの声とか見たら、まあ、信用できそうだったから。これ皆さんぜひ試してください。ほとんどがそれです。例えば人の紹介で商品を買うのは絶対そうですよね。友達のところがいいって言ってるから買うわけですよ。なので実際はお客さんって証拠、実績証拠、お客様の声が出てしまったら教育する必要なくなるんですよ。意味わかりますかね。なんで教育するというよりはもう教育ってもう説得というようなね、教育をみんな考えがちなんですね。お客さんを説得させたり納得させたりっていうのが教育だと思いがちなんですけれども、そんなもんもうそもそもそれを買って喜んでくれてる人を見せて教育するだけなんですよ。こうすることで圧倒的に時間がかからないですね。なんで初回販売1の時にですね、教育して売るっていうことをやろうとすると、やっぱりそういったスキルが必要になります。もちろん私はプロのセールスライターですので、こういうものを作れますけれども、わざわざやる必要がないんですよ。こんな難しい仕事をね。で実際私はやりません、こういうこと別に。それよりもまずお客さんにね、コンサルとか入った場合、仕事セールスライターの仕事を受けた場合どうするかって言ったら、今あなたの商品を買って喜んでくれてるお客さん紹介してくださいっていうことから始めます。で紹介してもらって、そこに行って話を聞かせてもらって、これ、他のお客さんにこのことすごくいい事例なんで広めていきたいんで紹介させてもらっていいですかって聞いて、あ、いいよって言ったらそれを広告にしてあるとかね、お客さんの声を前に出したりします。なのでこういう難しいことわざわざする必要はないですね。しかも大事なことはめちゃめちゃお金がかかります。これもしやろうとしたらね、だって買うか買わないか分からないと集めといて、やっぱどうやって説得するかも全部試しながらやらないといけないわけじゃないですか。やっぱりすごい難しいですね。僕が言いたいのは、わざわざそんな難しいことをせずに簡単なことから始めて、その人たちと継続的に取引を続けて、そしてそこで得られた結果ですよね。そこで得られて喜んでくれてる実績とか証拠とかお客さんの声を、こういう次の教育して売る人に見せることによって、その人たちもまた買ってくれるじゃないですか。なのですごくスピード感も持ってやれますし、コストもねすごく不安なくやっていけるんですね。自分のお金をなかなか減らさずにやっていきます。そして4番目、ここがいよいよね、利益を拡大。まあ、4は実は2に対していきなり4に飛んだりもするわけなんですけど、まあ、当たり前ですよね。もうこの人すでに売ってるから3わざわざ入れる必要ないで、2に対して4もやっていきますけども、そうすると4で何をするかっていうと、まあ、あえてここはパッケージっていう言い方しますけど、その他のパッケージをね、売ったりするわけですね。まあ、マーケティング用語でね、言うとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、あえてまあマーケティングで用語で言うと、アップセルっていう言い方。まあ、日本語で言うと、ちょっとニュアンスは違うんですけど、その商品の今まで買ってくれた商品の上位版を売ることができるかもしれません。あるいは、ダウンセルですね。アップセルの反対ですね。買い版を売れるかもしれません。あるいはクロスセル。じゃあこれ何かって言ったら、関連商品ですね。関連商品を売ることができるかもしれません。その商品、例えば Amazon とかでありますね、この商品買った人はよくこういう商品買ってますみたいなことありますよね。なので、その商品買ってくれた人を買ったら他のもの欲しいとか、この商品買う人はよくこういうもの買ってるとか、そのものももちろん売れるようになるわけですね。で、あるいはジョイントベンチャーって言ってですね、自分とこの商品を買ったお客さんが欲しがるような商品を取り扱っている会社さんがあったら、そこに話を持ちかけて、代理店契約するもよし、販売マージン契約するもよし、何でもできます。提携とかですね、結ぶってことですね。ざっくり考えてもこういったものいくらでも売れます。でここで僕が言いたいのは、リピートさえ関係性ですね。お客さんとお付き合いさえしておけば、ここを売るときにね、エネルギーがかからないんですね。皆さん、ここをいきなりなんか混同してするんですよ、ここと。この4でやらないといけないことと、2でやらないといけないことを混同してるから、こういうことをいきなりやってしまって、お客さんを失うこと、すごくあるんですね。っていうか、よく失ってます。結局信頼関係さえできてしまったら何でも買うじゃないですか。まあ、何々さんがいいって言うんだったら買うよってなるんですけど、初めて商品買って次にいきなり買ってくれみたいな、上位版もっといいのあるからって言われたら、それはお客さんちょっと引きませんっていう話なんですね。なので大事なことはこの4をビジネスではね、ここが利益なわけですよ。ここから始めてどんどんお客さんが買ってくれるわけですね。だからこれを売るために4を売るために2をするんですね。だから2は無料であろうが有料であろうが何でもいいです。関係性、もちろん売ってる商品によったらね、有料もらわないとお客さん成長っていうかお客さんと関係結べないのもあります。でもね、高額商品の場合ね、ただ単に御用聞きになんか調子悪いとかありませんかとか行くだけで全然完全性持ってここは何でも売れるわけです。で実はこれ今みんなこれをね、E メールだったりとか携帯、結局便利な手段でやろうとするんですね。意味ないです。意味ないと、完全に意味ないとは言いませんけれども、やっぱり会いに行く方が早いです。できる限りね、正直コピーとか勉強してやるっていうのはプロの仕事です。そういうことばっかりしてる仕事なわけです。でもね、社長さんはねそんなことやってる暇ないわけじゃないですか。やっぱりいろんな業務がありますし、いろんな従業員の管理もしないといけないし、自分のこともやらないといけません。だからそういった人たちはどっちかというとこうやってね、エネルギーかからないわけですよ。やれることでやってる。わざわざ僕が今いろんな人を見てていつも思うのは、ダイレクトレスポンスマーケティングとかを、実践できない人を見てて思う共通点は、わざわざ難しい勝負してるんですね。どういうことかって言ったら、初めて買った新規のお客さんにいきなり上位版売るの難しいじゃないですか。で、初めて買ったお客さんにいきなり買い版売るのも難しいじゃないですか。さっき方ばっかりやねとか、ね、初めて買ったお客さんにいきなり関連商品買ってくる。別にこれできなくもないですけれども、やっぱりここを僕がここで危惧してるのは、こういうことをやるとせっかく集めたお客さんがいなくなる方がリスクなんですね。そこに僕は注目してるんですね。とにかくなんとか関係性をね、全てのお客さんと関係性をつなげておいた方がね、後ろで絶対に利益が出るんです。もちろん短期的に見たらこういうことやった方が利益出るかもしれないですけど、もうここでもし売れなかったお客さん二度とお付き合いできないじゃないですか、絶対に。けどここでしっかりとリピートしてもらったお客さんは上位版進めた時、それはいらんわって言われた時にもう二度と関わらないことないですよね。そうっす、じゃあもうこっちで行きましょうとかになるわけですよね。逆に言うと、ここでリピートしてもらって、ちょっと最近その金額帯しんどいからって言われたら、じゃあもうちょっと安いになりますからこっちにやっときますかっていうこともできますよね。大事なことはやっぱりお客さんの数はね、これ皆さん忘れてしまいがちなんですけど、お客さんの数は限られてるんですよ。いつまでたってもお客さんがいると思いがちじゃないですか、どうしてもいろんなところに。でもね、限られてるんですね。しかも店舗ビジネスなんかやってたらもう限られてます。証券限られてますから。なので大事なことはね、お客さんを失わないということなんですね。で、失わないためには売らない方がいいんです。売らないというか強制的に売らない方がいいんですね。なのでこのビジネスというのは実は売るっていうことを強く考えたわけじゃなくて、せっかく見つけたお客さんといつまでも長く付き合うっていうことを中心に作ってます。なので絶対お客さんいなくなりますから。しかもここ日本はどんどん人口少なくなってしまいますし、ビジネスっていうのは必ずにして新規の獲得コストは上がっていきます。どんどん高くなっていきます。なぜかというと競争が激しくなるので広告費は上がっていきます。なので実際ビジネスっていうのはお客さんを得ることももちろん重要なんですけど、お客さんを失わずに長期的に取引を続ける方が圧倒的に重要なんですね。そのために考えられた仕組みがここです。